山野本隆起は日本のフリーアナウンサー、神社新職。福岡県福岡市生まれ、本籍は沖縄県那覇市。実家は神社であり、本人も神社本庁の新職資格を持つ。大正大学卒業後、1999年に日本海テレビジョン放送にアナウンサーとして入社した。退社後、工学館大学新等学専攻科を修了した。 在学中は、伊勢市のケーブルテレビ局 ITB でニュース番組、特別番組の専属キャスターとして在籍し、テレビ出演する傍ら、伊勢神宮の宝飾も兼任。2006年4月に、琉球放送へ中途採用で入社し、アナウンサーとして、テレビラジオ番組の MC などを担当した。RBC 在職時のブログは、アナウンサーの中で一番アクセス数が多く現在でも、 別のブログを継続している。2007年第32回、JNN、JRN アノンシスト昇進 M ナレーション、部門優秀賞2008年11月に、琉球放送を休職し家族の看護に従事する。2009年3月に一旦復職したが、同年3月31日をもって、家族の介護と家業の引き継ぎのため琉球放送を退社した。家族の介護、 家業の引き継ぎが落ち着いた後、一年間オーストラリアで生活、帰国後は地元、沖縄を拠点にフリーアナウンサー、神社神職として、介護離職問題や心のあり方の講演活動など、多分野で活動している。ありがとうございます。